シークレットと大きく書かれた公文書。その下には7人の日本人の名前が書かれています。タイトルは日本の戦争犯罪者7人の死刑執行に関する事実。これはアメリカの国立公文書館で見つかった永久戦犯の遺骨をめぐる公文書です。第二次世界大戦後の極東国際軍事裁判、いわゆる東京裁判。平和に対する罪などで死刑判決となったのは、東条英機元総理や広田弘毅元総理ら7人の永久戦犯です。これまで遺骨は遺族に返還されず、どのように処理されたのか詳細は分かっていませんでした。今回見つかった文書にはこのような記述があります。遺骨は横浜の東およそ30マイルの太平洋上から広範囲に撒いた。今回この文書を発見した日本大学の高澤氏は、証言レベルっていう形で一応東京湾とかあるいは太平洋というふうに理解されていたんじゃないかと思っております。文章として出てきたっていうのは今回が初めてじゃないかなというふうに思っております。遺骨が後々神聖視されないようなそういったようなニュアンスで扱われたんじゃないかと。今朝見ました。嬉しいとか悲しいとか悔しいとかいう感情は特にありません。広田弘太郎さん、死刑となった一人、広田元総理の孫です。墓があるんですけれども、そこには遺髪や何か入れてあります。実際上はもう滅失してしまって、でもそれが遺灰だと思っております。祖父の遺骨の扱いを記した文書が今回見つかったことについては、記録は廃棄したりしないで取ってあったということは、それはいいことだったと思います。東京裁判というものについて、ああいう裁判が正しかったのかどうかというようなことについては、まだまだ議論すべきところが残っていると思っておりますね。